はい、いらっしゃいませ。サウンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日もサウンロード河原店よりお届けいたしますよ。本日サウンロード河原店第一創業祭2日目となっておりました。本日もですね、風が昨日ほどはないんですけどもちょっと出ておりまして、またね、ただいま朝の7時なんですけどもめっちゃ寒いんですよね。気温がマイナス2度とね、寒いんですよね。ということで本日も頑張っていきたいと思います。ということで本日はですね、サウンロード河原店第一創業祭2日目の様子お届けいたしますよ。この創業祭期間中ですね、食品コーナーにおきましてはいろいろ商品をですね、お買い得な価格でご提供いたしてありますよ。また明日最終日16日日曜日はですね、こちら鯖のふりかけご飯の友、熊本でふりかけといったらやっぱりご飯の友なんですけども、こちらがですね、50g タイプが1袋の税込み128円、またこちらのイカリのトマトケチャップですね、こちら 500g タイプが1本の税込み96円ですね。明日最終のですね、食品コーナーお買い得な商品いろいろとご準備いたしてありますよ。本日お魚コーナーにおきましてはこちらお刺身の3点盛り合わせですね、こちらワンパックの税込み519円でご提供いたしてありましたよ。明日16日最終日はですね、お刺身の4点盛り合わせ、こちらワンパックの税込み735円でご提供いたしますよ。それではサウンロード河原店第一創業祭2日目の様子上空よりお届けいたしますよ。今日は風がないんでね、上空 100m まで上がっていきたいと思います。それではいってらっしゃい。本日もですね、寒い中サウンロード河原店にご来店いただきまして誠にありがとうございました。明日16日日曜日でですね、いよいよサウンロード河原店大創業祭最終日となりました。明日もですね、お買い得な商品いろいろとご準備いたしてあります。ぜひ明日もですね、サウンロード河原店にご来店いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。ね、今日はね、風がちょっと弱めでね、まあ冷たい風がねそこまで吹いてないなーって感じなんですけどもね、気温がねほんと低いんですよね。日中はですねちょっと10度超えましてちょっと暖かかったんですけどもね、ね、また明日もですね、寒いかと思いますので、ぜひですね暖かい格好をしてご来店していただければと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは
だんだんだえ、まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ、ほらチャンネル登録しなっせ。